どうも、こんばんは、岡部さん。お疲れ様です。はい、衆議院選挙。はい。いはい、本当にお疲れ様でした。はいありが。ありがとうございます。本当に応援いただいて。いや、はい。なんとか感じ終わりました。ねえ。吉川さんも国政に行けたわけで、はい。はい、本当に九州の皆さんのおかげで、はい。ありがとうございます。と,とみんな頑張ったおかげですね。そうですね。うすもう一丸となって。 きょうはそんな岡部さんにちょっと、まあ、報告を兼ねて、ちょっとインタビューさせていただきたいなと思います。はい、うますどうぞよろししくお願いいたします、はいはい、どうでしたか、この選挙戦、まあ、その前からね、もう国政大学院の頃から振り返ったら、もう相当長い期間、頑張っていただいたっていうところなんですけど、はい、私のは1年4ヶ月ぐらいでしたかね。 大体長い人で1年半とか、活動されたんですけど、はい、あの選挙大変だったねとかよく言われるんですけど、うん、選挙自体の12日間はそんな辛くないんですけど、うん、そ,のその前の準備する期間が長くて、はいうん、そっちが大変でしたね、本当に準備が。うん、<で>でも準備が大変ですね準備って,、はい、備ってななどんな準備がありました 準備は普通,いや普通にあの選挙を戦う準備ですね。ああ、んな選挙、えっと、衆議院選挙決まって。いや、決まる前、前前それまでの間の戦うまでの下地ですよね。ああ、ねえ。本当に。だって、衆議院選挙って何なのか全くわからないわけじゃないですか。わからないし、参政党って何ってあのあの、選挙直前に挨拶回り回り。 の挨拶り私はあの地域活動とかよくやってるんで、はい、挨拶行くわけですよね。実は参政党っていうのをあのやってて、はいこ、こういった政治活動やってるんですってこう、ね、チラシとか持っていって、ほとんどの人知らなくて、<laughs> あそうなんすか選挙直前でもそんな感じで,で、今まで1年以上、1年2、4ヶ月ずっとあの駅に立ち、辻に立ち。うん SNS とかね、ね X、インスタ、フェイスブック YouTube もあの、モーリーさんにいっぱい作ってもらって、ね、頑張ってきたつもりなんですけど、うん、認知度ってなかなか上がんないんだなと思って、まあ、駅を利用してる人は、まあ、知ってるっていうのは分かりますけど、辻もね、辻もそんなにね、 あのねのり見て、あオレンジの人たちいるぐらいだから <laughs>、どうかなと思ってうてまあまあ、まあ、チラシ配ったりとか、ポスティングしたりとか、演説したりとか、うん、それでもまあ結構、まあ、限界あるのかなっていう、まあでも、やるだけのことをやるしかないっていう感じでやってきました。うんうん、それがもう、まあ、いつ選挙になるか分かんないっていう中で、ね、うん、それを続けて。 来たんで、うんまあ、まあ結構ゴールが見えないんでできつかったですねですよね。いや、本当にいつスタートするんだろうかって、もちろん、岡井さん自身の生活もあるし、仕事もやってはるわけやから、うん、そ,中そんな感じで入っな、うん、仕事のことも考えつつ、ですよね、うん、いろんな、ね、家庭のこともあるし、地域の活動とかも引き受けちゃって、ね、<laughs> 神社のこともあるし、ね なんかいろろいい考えましたねいやー大変っすねどうですかその1年4ヶ月やってきてその、うん、最初は誰も賛成となんて知らなかった状態じゃないですか、うんまあまあ、ごくごくまれに知ってる人に会えてう,うれしい, <laughs> <laughs> 嬉しいなって感じそれがどうですか衆議院選挙迎えて反応みたいなんて日増しにね反応良くなって 応援はほんと増えてきましたよね神谷さんが NHK 日曜討論トランか出て後とかでやっぱり勢いが増した感じはしますよね。いやあれなかなか有名人がいないので賛成党って一般の人に知り当たってる、うんね、前は、ね、武田先生とかい,いらっしゃいましたけど、うん、今ね、まあ、神谷さんぐらいですかね一番有名なのは。 そういったところであの、なかなか苦戦したんじゃないかなと思うんですけど。うん、どうですか、その、だ徐々にはやっぱりみんなの反応がテリトのように良くなっていったってことですか、まあ、とにかくテレビ出たりとかすると。そう,ね、そうですね、テレビも新聞もで出させてくれるんですよ。<あ>地方新聞って何ですかあの地元の新聞ですか、うん、地元も、はい。朝日新聞、あ朝日読売毎日、あとは。えー 日経とかなんかあのまあ地方の大きな新聞社もそうですし、えー、あとはもうローカルテレビあの、うん、もう各社あとケーブルテレビまで来てくれてうん、まあ、しょっちゅうあテレビ出てたと思うんです僕はあの見れてないですけど <laughs> 新居中に自分がどんなテレビ出たかは知らないんですけど、えー、<の>テレビをほんならなんかサンセッとこんな方岡部さんで出るんですみたいな報道があったってことですか、うん、もうあの駅に立ってたら知り合いが あ,あ,岡部さんあのテレビさっき出てたよって言われたらててえあ,あ嬉しいとかってやっぱりそういうマスコミとか新聞とかテレビとか出ると全然違うんですね、うん、ですねやっぱりうんそれは大きいですよねやっぱテレビ出てたとか新聞出てたら安心するじゃないですかうん、うん、僕はあの<す>インタビューねあちこちで街頭で 道行く人に話し切ったりするんですけどでまあ一人のおじさんが言うには参政党っていうのを日曜討論で初めて知ったと今までは奥さんが公明党でなんかよう分からんまま公明党に入れてきたけど、うん、あの裏金問題をね こんな裏金問題ばかり争点にしてる場合じゃないと日本はとんでもない状況になってんのにもっとそういう大きな争点で話し合うべきじゃないかみたいな話を日曜討論で神谷さんがされたのを聞いてあそんなことを言うまっとうな党があるんだって思ってびっくりしたってで賛成党いいなって思って奥さんから怒られるけど賛成党入れてもいいなと思ったとって言ってはったんですけどやっぱりそういう声って ありましたそう直接は聞いてないんですけど、うん、どうなんでしょうね、まあ、あるとは思いますけど、うん、直接そういう話は聞いてないんですが、でも言っても、なんていうんですか、この民法をね、各社、絶対出され出、えーとまあ、党首討論みたいなのがあっても。 上総いさんは出せ出れなかったわけじゃないですか。その大手はですね。大手はですね。地方ではね結構出してくれてたはずで、<っ>どこも。うん、ああ、そうかそうか。まあうね、でもやっぱり大手で出ることが大事ですよね。大手に出ないとやっぱり話にならない <laughs> <laughs> ですね。うん、ですよね。うんですね。NHK にちょっとだけ2回分ですか出ただけでもインパクトがあったわけじゃないですか。 えー、本当だから、5、まあ、議席以上になったら NHK の日曜討論出してくれるって言,う言ってたんで、うん、それを目標に僕、ね、して、まあ、僕頑張ってたんですけど <laughs>、まあ、それが叶ったとてですね、うん、果たして民放が出してくれるかですよね、5議席。だからもう、うんあ、マスコミに頼っちゃだめかなって思います、ね。うん マスコミにたなんか、まあ、頼るっていうか、当てにしないで、マスコミなくてもいけるぜっていうぐらいの、うんうん、頑張りっていうか、まあ、厳しいですけど、うんうん、今回の,あのトランプ大統領が語れたのも、の X のおかげですもんイ、ね、ー、ね、リロン・マスクさんがそういう、うん、なんか言論統制をさせないために。 ツイッターを買収して、X っていう名前に変えて、やってくれたおかげだし、イーロン・マスクが、もうあのマスコミは当てにならないから、これ事実ですね、マスコミはもう嘘ばっかり流してるから、X を見てくださいと、ポストしてですね、結構反響があったってことは、みんなそう思ってるってことですよ、う。ん 今でもマスコミが、まあ、このチャンネルでも結構取り上げてね、あのトランプ大統領がね、なんかハリスとか優勢だったみたいな変な情報をずっと流し、マスコミを流し続けてたし、最近で言えば、斎藤知事、兵庫県知事のね、はい、問題とかでも、もう嘘ばっかり流してきたわけじゃないですか。ええー。うん、それ、でも嘘を流して、なんか、 ねえみんなを惑わわししてるわけでしょ、うんそれ何とかしないといけないんですけどそうですね、もう今に始まったことじゃないということを、ね、<laughs> 検証して、みんなであの勉強し勉強というか、暴露して、ネットの方でですね、うんで、ネットを見ない人も多いですから、うんまあ、だからまあ、ネット見ないきゃいかんなっていうのはやっぱり、一人一人説得してもらってですね。 おじいちゃん用の X のなんかね、うん、あの教室とかで開いて、インスタとかね、うんや、やってみた方がいいんじゃないか。そ,そうか、みんなに X 見てって言って、SNS、まあ、とか, SN か YouTube とか見てって言って、うん、それをちょっと広めるのも大事ですねそうでも X が全部正しいというわけじゃないので、使い方をですね、うん、ネットリテラシーっていうんですかね。うん そういったものはみんなでこう共有していかないと、うん、まあ子供たちにもそうですけど、うんうんね、子供にも教育せないかんし、うんあの、ご高齢の方にも使い方の注意とかですね、うん、広告とかいっぱい入ってくるじゃないですか、そういうのを飲、ね、みにする、うん、まずいっすよとか、なんか、え、うんね、一応注意することいっぱいあるとは思うんですけどね。うん、そうですね。 でもなかなかで、ね、もその X を見るっていう機会がね、うん、ない人にどうやって X を見てもらうとか、y o u てもらうっていう。ね、新聞、うん、新聞っていうのは、もうまあ、だんだん見なくみんなね、撮らなくなってきて、うんまあ、テレビも見なくなってきて、もともとなかったもんなんで、テレビの新聞もですね。はい 明治以降に、明治以降というか、うん、まあ、江戸時代なら瓦版ですけど、うん、やっぱり時代によって変わってくるものなんでですね、うん、ツールっていうのは、まあ、新しいツールとして、うん、その、まあ SN、SNS っていうのは、まあ、暇つぶしとか、うん、ね、エンタメのためにやるんじゃなくて、うん、情報収集のために使うんですよと、と、うんうん。そうですね。いう啓発運動というか、そういうことをしていったほうがいいのかなと、と、うん。 うん、あ今日ねたまたま行ったお客さんのところでお話ししてたんですけどそれまでずっとテレビ見てたんですけどねその方ね石丸さんって出てきたじゃないですか、はい、あの石丸さん現象が起こってそれからなんか楽しくなって、うん、YouTube をずっと見るようになったらしいんですよ、うん、それから政治の世界に興味が持ち出して で、その石丸さんを生み出したら、いろんな賛成党とか、令和とか、国民民主党とかの動画が流れてくるようになって、石丸さんからどういろんなあの各党の,の YouTube を見あさってるって言ってね。で、すごく興味を持って、いろいろとその勉強されてるみたいですよ。だから一回ちょっとみ足を踏み入れたら、 こう次々に SNS ってこうね、流れてくるじゃないですか。まあ、X もそうですけど。だからそのきっかけ作りをちょっと考えていかなかった、ね。もうマスコミ、テレビはもう見ない方がいいと。うんうん、でそういう SNS とかをみんな見ましょうみたいな習慣作りをみんなにしていくのもいいかもしれないですね。そうですね。いま、うん、だに回覧板とかありますけど、<laughs> うち <laughs> も回覧板って<ー>いますけど、はいまあ、いろんな、ね、情報伝達ありますけどね、やっぱりね、新しい意識っていうか、うんね、LINE とか結構使うじゃないですか、あの連絡網的なので、うん、LINE はいいんですけどね、うん、X をね、なんかそういったので使えないかなとま。まあそうですね。えかなと思ったりして。 うん、いやそ、まあ一旦ちょっと、はい、足を踏み入れるっていうね、うん、ことをしてもらったら、あとは自分でこう探して、こうどんどん新しい、正しい情報に触れる機会っていうか、があるっていうところですよね、そのきっかけ作りをしていくのもいいかもしれないですね。そ、はい、そううでですねうんそうかでも で、今日、まあ、お客さん、僕がいろんなお客さんのところに行って話ししながら仕事するっていうのをやってましてね。えー、今日、その、午前中に行ったお客さん、また別の方で、はい、その、まあ、コロナの、まあ、お注射、一回も売ってないんですって。はい、でも、それだけ、なんか自分の感性だけで売ってないだけでね、家族が。そ、そこで以外のことは何もべ、知らなかったんです。 はい、あの、イベルなんとかっていう薬あるじゃないですか。はいはい、あれもご存知なかったし。うん、はい。でも、なんか、こう、感性で打たなかったみたいです。だからそうやって、こう、一対一で話をじっくりしてみたら、うん、実はなんかその人の、その、興味があるポイントみたいなのがあって、 そこからうまいこと入っていけば、で次々にこの芋づる式で、ああでこうでって言って、話をしていけばね、うん、何かその人が気,気づくきっかけがあるかも可能性があるんで。やっぱり一人一人と話し、じっくり話さないとですね、うん、やっぱり人間関係が希薄になっていってると思うんで、うん、最近はですね。うん あの人がなるべく会わないように会わないようにっていう、のあのコロナからきっかけに、うん、コロナのおかげでですね、おかげっていうかせ,せ,せいで、できなくなった行事もたくさんあるんですよね。うんうん、学の行事も縮小するし、うんあの、伝統行事ですよ、お祭りとかも、うん、どんどんできなくなっていってるんですよ。うん、そうですよね。一回やめちゃったら、うんまあ、本当人が会う、話す機会っていうのがどんどん。 減っていってているねもうなんか話す機会、うん、接する機会っていうのは、本、う、当、ん、なんかお,お母さんたちも本当孤独みたいです、子育てとかですね、まあ、あ<ー>誰にも相談する人がいなくて、あの児童劇団の人とこの間話伺ったんですけど、うん、意外とそう,う児童劇団とかでお芝居見に来て、うん、そういう人たちにこう、 あの悩み聞いてもらうとか、もうそとどんだけ悩む <laughs> 相談するとこないんだと思って。近所でほんだら友達とかできないですよ、ねないうん、距離があってね。そうですね。いやー、それほんまなんとかもなんしないとね。うんなんか、ねな、なんだかね。<laughs> うん、そうか。だ、ね、からマンションとかだとね、井戸場と会議とかあんまないんですね。 選挙中も井戸端会議してる人あんまりいなくて<あっ>、<laughs> 井戸端会議してたらもうすぐ止まって <laughs> あの、選挙カーから降りて、こんにちはって言って、まあ、これ個別訪問当たらないんで、うん、たまたまあのいて、声かけましたという感じで、<ー> <laughs> そしたら結構話聞いてくれますので、ね<あ>うん、井戸端会議にあのお邪魔しますと、うんまあ。昔は結構あったと思うんですけど、ね。その井戸端会議でどんな話するんですか、岡部さんは。いや あの選挙なんですけど、いかがですかっつって、うん、たらもうみんな、裏金は許せねえとか、そんな、ーはーはー自民党だけは許さないとかね、もうみんな言ってましたね。<ー>なのに自民党さん勝ちますよね。みんなみんな言ってるんですけど、うん、なかなかね、いいですね。なかなかね。 それでも自民党勝つっていう優秀なんですね。勝つ理由がやっぱり、うん、私の親戚とかもそうなんですけど、まあ、仕事をもらってる人はもうあの生活に直結しますから、転職<ー>とか運送とかあ、うん、あ,あと医療関係とか、うんうん、あの本当自分たちの生活かかってるんで<あ>仕方ないのかなと思います。うん、それとこう握られちゃってるんでですね。うん 自民党ががっちり利権を掴んでるわけですよ。そうですだからもう自民党の意ないと困る人はいっぱいいるんですああ、なるほどね。ご飯食べれなくなっちゃう、<や>あの経営者の人とか。そうか、それは絶対よくないですよね。うん、悪いと思いながらも、もう仕方がないから自民党に投票するってとことでしょ。ですけど、に、う、は、ん、ですね、こっそり、あの,あのね、 あの他党の人が僕んとこ、あのなんか、こっそり教えてくれますよね、応援してるよとか、<laughs> <laughs> 表向きは言えないけど <laughs> <ー>で、うん、思って、るる人はいいるみたいですね。ん、それってね、そういう何本当は自民党入れたくないけど、仕事で言われてるから、いれられざるを得ないとか、それっていいんですか、なんか。 入れるところは自分でで決めるべきなですよね自分の,その利権とかじゃなくて、なんかく言われてるから、頼まれてるから入れるとかじゃなくて、自分の意思で入れないと、なんか選挙法に引っかかるとかないんですかね、それ。ねいやある他党の議員さんが、僕に入れてくれたみたいって聞いて、<laughs> なんか、ええー、って言うと、そんなこと人に言っちゃいけないんじゃないですかっていう。うん なん,かなんか気持ちを伝えたかったんでしょうね、応援してるんだよって。よっぽどですよね、それ。なんかそういう人もいるんだなと思って、だからまあみんながみんなそうなっちゃえば、あのなんていうんですか、まあ、例え話ですけどあの、王様がですね、昔、うん、お酒を持ってこいって言ったんですよ、国民に。うん で国民はみんな考えたことは同じだったんですね。自分一人ぐらい水を持って行ってもばれないと思って。結果み、全部水だったん <laughs> だから自分ぐらいは、あのね、賛成<ー>党に投票しても大丈夫やろうと思ったら、みんな賛成党に投票してたっていうので、<laughs> <laughs> なんか一回ひっくり返らないかなと思いました <laughs>。いや、そうですよね。うん それって、例えばその、神主業界、神社業界でもそういう感じなんですか僕はですね、うん、選挙期間中にですね、立ってたらあの、駅立ちしてたら、声かけてくれた大学生が、二人組が寄ってきて、うん、壁さん、頑張ってくださいって,って、いつも応援してますって言って、やっと会えましたって言って、二十、えー、歳の学生、二人組がですね、うん してまあ、話聞いたら名前なんていうのって聞いたらあの特殊な名前だったんで家神主じゃないのって言ったらそうですって言ってそのもう一人の子も知ってる神主さんの,あの子供お子さん2人、えー、とも神社の神主さんの子供さんでああいやななんか神主の子供に応援してもらって本当嬉しいねとか言ってでもあの 僕もそうですけど、あの神社にいたときは、神社の職員のときは、がっつり自民党を応援してましたんであの、新党政治連盟ってあるんですけど、それがあの自民党の支える組織なんですよ、うんうん。なんで、相変わらず神社会もそんな感じですって言って、みんな文句は言うらしいんですよ。LGBT とか、もうふざけんなってね。うん、神さんもやっぱり、うん 怒ってはいるんですけど文句言うくせに何で自民党まだ支持するんだってあのあの大学生の怖い言ってましたねあ<ー>結局そこが変わらないんで、うん、業界団体一部なんですね、うん、神社会が、うん、神社に来る氏子さんとかも、うん、やっぱり自民党入れてねみたいなこと神主さんに言われたら 入れてしまうみたいな、そんな感じ。入れるかどうか分かんないですけど、とにかく名簿ですね。名簿。<laughs> 名簿を僕は持っていってたんですね。あ,のあ、そうなんや。大義市の事務所に僕は、あの、無事<ー>さんに言われて、えー、名簿っていうのを持って行ってましたの。ああ<ー>。本当感謝されてですね。大義市の秘書の人にありがとうございますって。でももこの名簿ってそんなに大事なんだと思って。<laughs> <laughs> まあでも本当にいろんな組織が自民党とひもづいてるんですよね。ですね。がっちり。うん、自民党立議、ね、に行けなくていいんですけどね。そうか。田舎であればあるほどそういう何かしがらみみたいなのがあるんでしょうね。はい、まあ、でもまあ自民党の僕はあの。 候補者の前、事務所の前で選挙区を止めて演説したんですけど、うん、せざるを得なかったんですよね。うん、駅なまさか駅の真ん前にあの臨時で事務所構えてると思わないから <laughs>、やったんですけどね。うん、で、一応断りに行って、あの今から演説しますって、うんあの、事務所の前で失礼しますって言ったら、うん、っあの知ってる議員さんとか結構出てきてくださって、うん、あの地元の議員さんたちも。うんうん 頑張ってねって言ってこう演説聞いて拍手とかもしてくれて<ー>自民党の人たち結構本当いい人いい人っていうか、うん、よく毎日よく挨拶もしたしなんか結構応援してくれてる感じの人は結構いるなって感じるんですよね実際いるんですけど。うん 共感してるんじゃないですか、賛成とかの。ねえ、ええー、こと言ってるなって、でも自民党やからそんなんええとは言われへんけど。うん、ですね、まあ、仲良くはさせてもらってますけど、ね、まあ、僕はあの地元の、ね、幼なじみとかも議員がいるんで、うん、まあ普段はまあ挨拶したりするけど、選挙の時はもう敵、ね、同士ですからみたいな感じで。 ままあ一応言いますけど、うん、なるほど、うんの。演説中にもなんかマスコミのことをちょっと取り上げて、マイクで通して言ってたりとかされたってちょっと違うと聞いたんですけど、ああどんな内容な選,挙中は選挙中はマスコミの批判はあんまり良くないと思って言ってなかったですね。ああ、そうなんですか。 なんていうかなマスコミを敵に回す,なんか回すっていうか、選挙中はあま,りあまり良くないなと思って、なんかま、負け犬の遠吠えじゃないけど、みっともない、そういう言い訳してるみたいな、うん、もう正々堂々あくまで戦う、不公平を不平不満言,言うんじゃなくて、うん、そんなこと言ってる暇もなかったんです、あそうです、ね、選挙中はあの本当、訴えるべきことをきちっと訴えるっていう。うん 時間をあの当ててましたんで、うん、まあ振り返ってから言えることってたくさんあるんでですね、うん、でこの間土曜日あの演説室で7か所ぐらい回ったんですけど、まあ、その時は参政、まあえー、党に対する報道が不公平で不平等な扱いを受けてきたっていう事実をですね、うん、まあ皆さんに 伝えて、まあ、ずっとゼロとか1議席とかね、うん、言われてたんですよって、うん、なんかそんな、なんていう、そんな扱いっていうかですね、うん、もうあたかもその参政党に入れても無駄ですよみたいな、思わせて、そう、いや、死に票になっちゃうから、いったら無駄になるってなるじゃないですか。あれね、ほんまやばいんですよなるほど。 半議席とか五議席。いやいや、五議席って言うんですよ、最初から。五議席でしょ。はい。で、我々が0から1いけるかどうかとか。うん、で、それ、最初から気づ、気づいて、党内が気づいてですね、それで。それネガティブキャンペーン貼られてるのを、選挙入る前ぐらいに気づいて、入った直後かな。うん、気づいて、ハッシュタグで賛成とは5議席以上獲得って。えー つけてあの投稿するようにしましまた、うん、やって、まあ、それぐらいしか抵抗できなかったんですけど、うんうん、だからまああと諸派扱いですよねなんかその他諸派 <laughs>、ね、国政政党ですもんねそうそう,そう、うん、なんかふざけんなって思,思いましたけどでそのくせあの日本保守党の取材は結構するっていう我々よりたくさん出てるっていう、まあ、選挙始まったらもうね あの平等にしないといけないという今までの報道のルールを完璧無視してですね、本当に不平等で、また民放にはえ党首討論に呼ばれないし、日本記者クラブの記者会見にすら呼ばれない、7党、国政政党7党の党首討論とか、7つしか国政政党ないみたいな。ねえ。ほんまにひどい。か、うんらですねう それはもう本当にひどい扱いじゃないかなというかまあ、ね、妨害というか、うん、まあ,あのマスコミ自体がもうグローバル参加なんで、うん、やっぱり我々の言うことはあの都合が悪いんでですねトランプさんの時もそうだし、うん、トランプさんをが勝つと都合が悪いから CNN とか、うん、ああいうところを から降りてきたニュースを、まあ、そのまま下請けのようにですね、うん、流して、だからもうコメンテーターもずっともうアナウンサーから何からも,もう何,、うんね、何年も前からトランプさんが悪者みたいな論調でずっと不公平というか公正公平なマスメディアのあり方ってじゃないじゃないですか。悪口ばっかり、ね、言ってるわけ それって個人の意見ですよね。うん、なんかひろゆきじゃないけど、<laughs> それは意見ですよねっていう。うんうん、それがおかしいことをね、みんな、うん、やっぱテレビ見てると、洗脳みたいに、うん、それが当たり前になっちゃうんですよね、慣れちゃって。うん、うん。ツッコミがね、うん、必要ですよね、テレビには本当。でも、もうでも、こんだけいろいろなね、マスコミの変更報道があるわけやから、 国民も目覚めないといけないですよね。ねだから、あ<ー>まあ、テレビは、賛成党は0とか1って言って、分、うん、けてみたら3取れましたで。もしもちゃんとやってくれたら 5, 5, か5か6ぐらい取れてましたということは言えると思うんですよ。うん、で、まあ、トランプさんが絶対負けるだろうって言われてたけど、ネット見てる人は絶対トランプさん勝つだろうと思ってて。 開けてみればその通りも圧勝だったじゃないですか。うん、ということはつまりあのマスコミはもうデたらめばっかり、ね、誘導して、うんうん、行こうとしてるのが見え見えだって、うん、まあまあ営利団体なんでですねマスコミ自体が株主が誰かに、ね、よりますよねだから広告代理店とかあの誰が株持ってるかって言ったらブラックロックとかそういう 投資会社っていうのは、ネットで調べれば分かることなんで、うん、記事とかにも出てるんで、その、うん、誰かの噂話じゃなくて、あの、なんかの記事になってますよ。うん、あのブラックロックが日本の,、うん、あの広告代理店の株主であるとか。うん、そしたらもうね、分かるじゃないですか。どこの情報を,、うん、<laughs> を流すか流さないか決めてるっていうのはですね。うんうん だからもうテレビや新聞はちょっとあまり、ね、鵜呑みにするのはやめましょうと、まあ、全部が全部疑うとかじゃなくて鵜呑みにするのはやめるやめてそのために何を、まあ、ネットを見てニュースをあのテレビも両方見た方がいいって、うん、比較して検証してやっていかないといけないと、うん、なんか海外ではテレビは嘘をつくっていうのを 義務教育の中で散々こう教えられると。うん、で、日本は逆なんですよ。テレビ言ってうことは正しいけど、ネットは嘘だらけやから見ない方がいいみたいなことを。そうっす。アメリカの人は信じてないですもんね。うん。テレビの言うこと。でも本当にテレビを嘘ばっかり言うっていうことをみんなが知らないといけないですよね。うん、で、結局は自分の頭で考えるっていうことが大事ってことなんですよ。こういったことを。 学校とか会社とか、うん、そういったところでちょっと話さないといけねえ、ね、そうですねだからそういうみんながでも、ま、なんていうか施されている呪縛からこう早く解き放って自分の頭で考えられる人をどんどん作っていかないといけないですよねアメリカはもうそうやって トランプ大統領の出現から、そうやって自分で考えるっていう癖がもうついてるわけですよ。だから、いくら、ね、大手メディアがハリ,ハリス優勢、大々的にやっても、みんなが気づいてたわけじゃないですか。うん、だから、早く日本も目覚めないと。本当に目覚めるの遅いんですね。うん、なかなか <laughs> いや。 でも変わったらですね。今着てますよ、目覚めるときが。その変わったらですね、明治維新でも、ね、変わったら一気に変わるんでですね。うん、そうですね。刀とかちょんまげだったのに、もういきなり洋服になるわけですから。うん、<laughs> うん。ねえ。ね一気に変われる民族ですよ、日本は。そうですねあの。変わるのは遅いけど、うん、変わりだしたらもう、うん 180度ですよね。うん、でもね、大阪なんかでいろんなあの街頭で話を聞いたら、サンセットって聞いたことある人、めちゃくちゃ多いですよ。うん、もうね、みんな知ってますよ。まあ、でも、詳しくはどんなとかは知らないけど、聞いたことはあるっていう人は多いですよね。なんか、どんどん変わっていってるんだなっていうのは、そう感じますよ。そう まあ、あのほっといても、他の政党さんはボロが出ると思うんで、時間の問題はあるんですけど、そうですね、<laughs> でもでもこうやってね、うん、あの国政派学員としてっとやっていただいたおかげで、皆さんがなんか気づいていってるってことですよ。まだまだこれからですね、本当。ね、ばっかりです、本当に。<laughs> あのなんかお疲れさんとかよく言われますけど。 なんか休んでる暇ないですよね。<laughs> そうか。だってもう、まあ、吉川さんと北野さんとかね、一緒にやってきた仲間が国会議員になって、人ごとですけど、わ、大変そうだなってね、<laughs> 思うわけですよ。だからもう、彼女たちね、もうお母さんですからね、うん、ねえ、大変だと思うんですよね。吉川さんとこのお子さんってまだ小学生ですよ。 小さいあまあでも、お住まいは東京やからね、まだマシかもしれへんけど、まあ。そういうことを考えると、もう今日、早速質問収始出されてましたもんね。あそうなんですか。吉川さんと北野さん。うわは早い。あの,他の議員さんたちとも知ってないと思うんですけど、あ<ー>やっぱりね、すごいなと思って、あの休んでる場合じゃないね。<laughs> 思僕たちは休んでたら、ね、あのひ2人はどうなるんですかって鈴木さんもね、あれだけど、ねまあ、まあ2人はずっと一緒にやってきたので、うん、仲間意識ありますけど、うん、仲間がね、国会で頑張ってるんだから、自分はもうこの、ね、うん、ここでまた頑張り続けよう。そうか 岡部さんはその選挙後、どんな動きをされたんですんえっと、やっぱり急に辞めれないんで、お礼が言いたいんですけど、お礼言ったらあの公職選挙法違反になるんで、感謝の意思を示すために、今まで立ってきた駅、20箇所ぐらいかな、それを順々に、<ー>もう時間があるときに、朝、うん あの行ける時にですね、仕事のまあ都合でちょっとあるんですけど、朝、のの仕事で行く、行きやすいところとかですね、選んで、あとは辻に立ったり、演説ですね、なんかショッピングセンターとか、辻とかでよくあの選挙中、街頭演説してたんで、そこでこの間、またあの行って、街頭演説させてもらったりして、報告というか、 選挙後の、はい、そういったことを、まあ、今月中いっぱいぐらいはそれで終わるのかなと。うん、あとはまあいろんなところに、まあ挨拶さつに、うんああ、ありがとうとは言わないですけど、お世話になったところにやっぱ顔を見せてですね、うん、元気でやってますということで、うん、ま謝意を示したいなという感じですね。うんうんうん、なるほどえ 何か反応とかあります道行く人に。もうみんな,なんか毎、まあ、もう、駅立ってたらもう、一人は必ず声かけてきますね。あ<ー>残念でしたね、とか、応援してますとか、<ー>日本を変えてくださいとか。へ<ー>励みになって、本当にやってよかったなっていう思いますね。えすごい。お疲れ様でした。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 これからが本番です, <laughs> す、ね、参議院選があるんでですね。参議院でです、ね、参議院じゃなくて、地方選挙も、うちの福岡県5区はあるんで、うん、えと近い選挙だと、中川市議会選挙が来年の、えー、2000、えーじゃあ、令和7年の3月にありまして、あもうすぐじゃないですか。はい、で、12月に、令和7年、12月は太宰府市議選挙。 があります、はい、なので、あの選挙は続くよ、どこまでもという、<laughs> 何のために立ってるんですかって今日言われたんですよ。な、うん何のためにあ、選挙あるんですかって聞かれるんですよ。うん、いや、こないだやったじゃんと思い,思いつつ <laughs> <laughs> あのあ、次の選挙は参議院選挙と、ここで言うなら来年の12月に市会議員がありますみたいな。 えそのためにやってるんですかって聞かれるんですけど、うん、そのためだけじゃないですってあの、あの、年から年中やるんですって言ったら、へーって言われて。<laughs> <laughs> みんなびっくりするじゃんね。またやるのみたいな。なんか、選挙関係なしにやってるのが、多分不思議なんだと思います。うん、あそうか、他の党はそんな人いないんですね。まあ、いるとは思います。あの、市会議員さんとかよく、まあ、やってますか。やるんですが あの司会議員もいないのに、なんかやってるぞって感じじゃないですかね。ねそうか。いや本当にありがとうございますい。楽しかったですね、本当、選挙。<laughs> もう1日40回ぐらい演説した日もありました。あ40回。5分ぐらいのとか分とか<ー>、40回超えた日があって。うん あのうん、んと演説テロリストって言われてましか商店街とか、選挙カー止めれないから、ハンドマイク持って、あと、上りあの外あの、えーと、街頭演説できる上りがあるんですけど、それ持って行ってたら、もう選挙カーとはぐれちゃって、動員 <laughs> さんと2人で、あなんか迷子になっちゃったねとか。言って でもなんか演説して騒いでたら、多分どっかで見つけてくれるって言って、ずっと演説して、なんかさまよって、スタジオ選挙会が来て見つけてくれてあ<ー>、うん、なんかむちゃくちゃやってましたね、本当テロリストみたいで。<laughs> うん、まあ、でもだいぶ、ね、参政党の名前が知り渡ったんじゃないですか。うんですねあのなんかもうあれだ 選挙始まる前0.4%の支持率だったらしいんですけど選挙後は3%まで上がってあの令和新選組さんよりもわずかに上回る結果が出てるんで、ねす,ごうん、すごいなとそうですね皆さんよく頑張りました <laughs>、はい、ありがとうございましたありがとうございましたはい今後ともどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい どうも今日はこれで失礼いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも、失礼します。失礼します。